大事山洞穴遺跡は、千葉県立山市沼にあり、安房の大事と呼ばれている総寺院境内裏庭に、所在する、海抜約三十メートル前後の高さに位置する三基の、海食洞穴遺跡である。ホラー穴のうち、第一道では十二基以上の船型木管が、発見されており、これらの船型木管は、丸木船を筆品に用いた、船僧という僧僧形式が発見された初めての、 例であるこのホラーな墓から出土した甲冑やスエなどの遺物から、この遺跡が墓として使用されたのは5世紀前半から7世紀後半であると考えられている。大地山洞穴遺跡は、千葉県立山市沼大技大和田東にある総寺院の裏手の山にある。この山は、標高約30メートルで、約6000年前の縄文改新の際、 波の侵食作用で形成された流気によりこの高さに海食洞結がある。大地産洞穴の発掘調査は1956年以降数回行われてきた。1956年千葉県教育庁文化財課勤務山岡俊明氏らによる発掘1993年大地産洞結第1次調査1994年大地産洞結第2次 調査1995年代持参同決第3次、調査1996年代持参同決第4次、調査出土品は、立山市有形文化財に指定されている。はじき、えきなどの土器、甲冑、たちなどの鉄製品、三角板川戸地炭鉱、三角板川戸地昇格付け兜などの部分、まがだた玉、銅製鈴、船形木管などが出土されている。 大事山洞穴遺跡で木製の湿度品が腐敗せずに残った理由として洞窟内の安定した湿度、差湿度上が考えられる。ありがとうございます。